今回の樹海動画、前回までのあらすじ。はい、というわけで前回までのあらすじです。開始早々であれですが、チャンネル登録よろしくお願いします。BGM は、アマチャの音楽工房さんの、機械工場です。どっかで聞いたことがある曲だと思ったら、まあ、どこかの有名チャンネルです。俺の中では、ケントさんの、世界一周してみたかな。だって好きなんだもん。で、前回までのあらすじです。いつものように、富岳風穴駐車場を出発。遊歩道を進んで、鳴沢道という廃道に入り、廃道の石碑である、丸金4を通過。樹海奥深くにある人工物、かまどと名付けられた地点の、巻田あたりまで廃道を進み、そこから廃道を外れて樹海に潜入。なんだかんだ右往左往しながら、かまどに到着しました。というわけで、今回は樹海奥深くの人工物、かまどからスタートです。それでは本編です。はい、どうも、千葉球でーす。って何回目だ？今日何回目だ？今、かまどいます。かまど、雪樹海の時に、ノートから、次の目的地、樹海の人工物の動画で来たかまどにいます。で、もうこっから樹海のノートまで、もう200、300ないぐらいなんですよね。なんですけど、こっから西に行ったところに、建築道場があるんですよ。があるんで、ちょっと今日は、まだ時間早いんで、今日はちょっとこっから、剣徳道場に行ってみようと思います。日没には間に合うだろう。多分。というわけで、出発します。出発します。剣徳道場の詳しい説明については、ゆっくりよろしく。いつものセリービアの砦に合わせて。あの曲好きなんだよ、俺。うん、あの曲が好きなら仕方ないよね。というわけで、自宅でツッコミ役を強要されている、テキスト読み上げソフトのゆっくりです。今回は、現地の千葉級にしては、ざっくり説明してんじゃん。というわけで、今回の行き先について、詳しく説明します。そもそも、剣徳？なんぞやそれ。今回も、アマチャの音楽工房さん、セリーベの砦に合わせて、この動画の目的地について説明します。こちらが、先ほども紹介した、前回までのルートです。この、前回到着したかまどから、真西へ、確か500メートルちょっとかな。剣徳道場という建造物があります。この剣徳道場については、ここでは詳しい説明を省略しますが、昨年の8月頃にも訪れたことがあります。というわけで、今回の動画は、かまどから剣徳道場に向かう動画になります。現地の千葉級がざっくりでも説明すると、こちらの説明が省けるのが、少し寂しいやつ。273度。273度、こっちか。だよね、はい、300ぐらいか、300、400ぐらい、500あんのか、結構あるな。まあいいや、特に何も言わずに出発。よいしょ。うん、いいね。の遺留碑、脳行き、脳遺留品、脳発見で、今日は行きましょう。結構ハードルートだな、こっちも。よいしょ。で、結構、剣徳道場から、ノートまでが結構ハードルートらしいっていうのは、前聞いたから、また、かまどに戻ってそっからって感じだろうね。結構派手なルートだね。この等高線がやべえ崖なんだろうな。いやでもさ、実際かまどまで来て、これから剣徳道場行きますって言ってもさ、樹海の風景って変わんねえから本当に向かってるかとかわかんねえよな。いやもしかしたら風穴の中心で戻って、で、総人口、登山道、行って、車で、行って、そこから、
ケント君向かってる可能性もあるよな。そっちの方がめんどくせえけどな。結構距離あるし、駐車場までは。車まで戻ること考えたら普通に歩って行った方が早いわ。楽だわ。こういうところを三脚立てて撮影するのがいいんじゃねえのかい。よいしょ。うわ、びっくりした。もう求人工物。なんかぶら下がってる感じじゃねえよな。あ、なんもない。思いっきりこっちかよ。ちょっと一回しようぜ。崖や。崖っていうか、あとどんぐらい ?302。 いや、こんなとこ道が通ってるわけがない。で、特になんもないよね。なんもない。ないね。はい、なんか輪っかができてるだけ。どこに何もねえな。したっけ、なんであんなとこにあんなものを巻きつけておくのか。誰か入って、誰か見つけて通報した後なのかな。だったら撤収してきよって話だけどな。絶対ないって信じてきたのに、この仕打ちはないだろう。277。そこにカメラセットして登ってくる様を撮影しよう。ここでいいか。で、こんな感じで、かまどを出発して1時間ほど歩いたところ。お、あった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 。ケント君、到着。おいおい。今いいとこじゃねえかよ。いいとこでお前何やってくれてんだよ。ケント君、気を取り直して。で、ここも実は地味に廃道なんですけど、見っかな、このピンク色のリボン、これが道の印なんですよ。こっちずーっと続いてんのね。
ナルサードの方が続いてる。で、これが剣徳道場ですね。あれ、こっちあったっけ？あ、そうか。これ車庫で、こっちが母屋か。11時37分。まあ40分か。到着。剣徳道場到着しました。なんかあれらしいね。即身仏伝説があるらしい。この、ホラー穴信仰。これね。祈りの言葉。大神様の御心がこの世に現れますように。一つ、神の国は開かれますように。一つ、すべての人が神によみがえりますように。処方実相。処方実相。だいぶ、上の文字もくすんでるな。多分、不在確認。こんにちはー。いないね。ここの主はもうご隠居なされた方です。はぁ、疲れた。ここ一緒にしよう。なお、ご隠居はされているけど、ご健在とのことです。というわけで。次回予告。よし、じゃあ出発。11時50分、出発。崖とヤブがやべえという話を聞いてたが、実際はどうなんだろうと。なるほどね。これがヤブか。ヤブっていうか、倒木がすげえな。本当に崖だ。いや、これはまだ崖のうちにも入んねえか。ちょうど電池の入れ替えをしてる最中になんか、鳴沢村か富士河口湖町のお昼のタイムが聞こえたので、お昼です。まあ、こっち。ここまで来ると普通にゴミ一つねえな。いいね、いいね。キャンプでも登山でももう。アウトドアでゴミを持ち帰るのは基本だろう。なんで樹海ではそうなの。そしてヤブゾーンか。いやー、この樹海を俺が独り占めしてるって考えるとなかなか爽快だぜ。これノートね。次回、秋ソロ樹海その4、とりあえずノートに向かう。今回は次回予告の後に話すことは特にないです。次回予告で使ったシーンは必ずしも次回の本編で使うわけではないってことくらいかな。あと、年末で忙しくてしんどいので、来週以降は動画を出すか出さないかわかりません。年内にあと1回くらい樹海に行きたいしね。最後に、このイリナさんの YouTube 活動を、心から応援しております。あら、意外と話すことあったぞ。ではエンディング。